しくやっていきましょう。この電波機いる、そのままやればよかったね。頑張っていきましょうね。もう楽しくやっていきましょう。頑張っていきましょう。なんかあれだね、ぐんぐん来るね。ぐんぐん来るねじゃないよ。明らかにだって俺たちがちょっと出てちょっとはけたからお客さんがポッて受けたから。いらないよ、多分。これがあと何回もありますから、ね。言うなよ。ボケじゃないんだろ、僕ね、夢がありまして、ね。お、夢ですか、うん、いつかグルメリポーターがやりたいなと思って。グルメリポーター難しいですよ。意外とね、できるんじゃないかな。動揺すんな、お前。余計なとこ増えて動揺すんなよ。いきなりアドリブかましてくる。言わないんだよ。普通の漫才師はどこがアドリブか分かんないにするの。そういうもんなの。これはね、グルメリポーターがやりたいの。やりなさいよ。じゃあ俺が中華料理屋の店長やるから、あなたリポーターとして入ってきて。わかりました。さあ、本日は行列のできる中華料理屋さんに来ております。じゃあ早速中の方に入ってみましょう。ガラ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 、こんにちは。いらっしゃい。あれ、え、豚がチャーシュー切ってる。豚じゃねえよ。なんで怖い。とも切りしてねえよ俺が。怖いな。怖いな。じゃあ店長だ。あ、店長さん、すいません。店長さん、早速なんですけども、うん、こちらのお店のおすすめの料理をね、聞きたいんですけど。じゃあね、ラーメンとチャーハンがおすすめなんですよ。あ、そうなんですね、はい。じゃあラーメンとチャーハン、早速お願いします。いいよ。はい。さあ、店長がね、まずはね、ホイップクリームを作っています。作ってねえよ、お前。作ってないんですか？卵混ぜてんだよ。ラーメンとチャーハン、どこにホイップ乗せんのね。デザートのイチゴショートケーキがあるのかなって。デザート関係ないから。あと、初手でデザート作るやついねえから。あ、そうですか。いいのよ。いいの。チャーハン作っていくからね。わかりました。さあ、店長が、木琴で森の熊さんを奏でています。具材切ってんだよな。具材ですか。誰が厨房に木琴持ち込んで1音ずつ叩いて森の熊さん奏でてんだよな。いや、でもいい音が聞こえるなって思ったんですよね。俺の包丁とまな板の音だよ、きっと。それはさすが料理人だ。バカにしてんのかお前な。料理人だ。刺すぞ包丁で。あ、怖いですね。木琴叩き方こうでしょ。俺がやってんのこうだから。あ、木琴は、木琴はこうだよ。俺がやってんのこうだよ。ティンパニーは？ティンパニーはこう。ティンパニー関係ねえから。ティンパニーそんな感じ。ティンパニーは激しいのよじゃないから。そうなんですね。俺吹奏楽部じゃねえから。あ、吹奏楽部じゃない。料理作ってるから。次の工程いきますよ。さ、店長が中華鍋を洗っています。炒めてんだよ。誰が鍋火にかけて思いっきり炒めてんだよ。手まっすぐ溶けてこい、お前な。びっくりしましたよ。びっくりしましたじゃない。炒めてんです、こうやって。アライグマ。アライグマじゃないよ。アライグマ動きこうでしょ。俺がやってんのこうだから。アライグマは、アライグマこうだよ。俺がやってんのこうだよ。トロンボーンは、トロンボーンはこう。トロンボーン関係ねえからお前。勉強になります。俺吹奏楽部の出じゃないから。あ、違うんです。一応サッカー部だからいじめられてたけどね。そうなんですね。何の話してんだよ。びっくりしました、はい、びっくりしましたじゃない、はい、こっからチャーハン振り上げる見せ場だから。見せ場ですね。ちゃんとリポートして。じゃあカメラさん、ここしっかり押さえてくださいね。さあ、店長が中華鍋を大きく振った振った振ったー。頭に全部かかった。大失敗じゃねえか。大丈夫ですか。大丈夫じゃねえよ。大丈夫じゃない。高温で熱したチャーハン真上から拾ってんだからな。あ、そうですね。宇野もびっくりなチャーハンだよお前な。ちょっとカメラさん止めてくださいね。止めても遅いよ。もう記録には残ってんだよお前。生だったらアウトだぞ完全に。衝撃映像だ。衝撃映像じゃないよ。もういいよチャーハンは。チャーハンもいいですか。俺の皮膚が食べちゃったからさ。ラーメン皮膚が食べちゃった。皮膚が食べちゃった。比喩表現だよ。本当に食べるわけないだろ。ここいっぱい口あって一個ずつ食べてたら気持ち悪いだろ。お化けかと思いました。おこげって何。おこげじゃないです、お化けです。お化け。俺耳おかしくなっちゃう。チャーハンが詰まってるからね、こっちの耳には。いいからもうラーメン作るから。ラーメン作る様子リポートして。楽しみですね。さあ、タレを入れてスープを入れました。さあ、店長が映らないテレビを大きく叩いた叩いたー。してんだよな。叩いたね。あったよ昔、ブラウン管のテレビこうやって叩いて直すやつ。昭和のお父さんだ。なんで俺の厨房木琴やってくテレビやってトランボーンやって、なんなのこの厨房。ティンパニーもありますよ。ティンパニーもありますよじゃないよ。ティンパニーも何もないよはい、わかりました。そういうことなんですね。そういうことなんですよね。はい、ラーメン、ラーメン食べて感想言ってくれよ。わかりました。あ、これラーメンの味です。下手くそ、もういいよ。どうもありがとうございました。